はい、どうもセリカです。今日からイセカルコラボ後半と、あ、なんか出てる新シーズン来るのでログインをしていきます。出た。もうこれ予告通りですね。イセカルイベント後半はメダルガチャがベアトリスに切り替わっているということと、ターニャ B 社のスキンがチャレンジ報酬ということで、めちゃくちゃ可愛いやらなきゃいけない。はい、これが年末までで、これですよ。イセカル新マップ登場、百サバと青逃げ5で限定マップが登場する、新しいのが1個ずつ出るっていうお話でして、特別な鬼が登場するぞ。これはゴーレムのことでいいのかな。はい、来ました。コラボイベント応援キャンペーン、青月5枚とイベントメダル1500枚。これはありがたい。あれメダルは、メダルももらえるのかな。今回はオンシーズンという感じですかね。シーズンの青鬼とシーズンのレア青鬼とシーズン限定マップがあるということで、今回のガチャはシーズン限定なので残らない。クリスマスの感じが来てますかわいいな。これ後でチェックしたいと思います。はい、でメダルガチャがベアトリスに変わってきた。今回の青銭ガチャがリゼロになりました。これも1週間限定なのでね。はい、でもちろん前回のコラボのリゼロのスキンが復刻してるということで、これ持ってない人はめちゃくちゃ嬉しい。来ました。かわいいな。靴下うさぎ、熊だるま、ツリーコアラ、かわいい。クリスマス仕様になってんのかな。この中あったかい、ぴょこぴょこしそうですね。こう靴下の中、うさぎスキン多いね。うさぎ、ペンギン、熊も多い。僕は熊だよ。確かに熊だるまね。なるほど、確かにないわ熊だるま。これ可愛いんだけど、ツリーコアラ、ちょっとこの子も欲しいな。あれ、ユーカリ、めちゃくちゃクリスマスイーティー痛そうだけど、いや欲しい。はい、で復刻ガチャが2023年春、これもなんか持ってないな私。はい、でガチャで逃した方は課金でもゲットできるぞっていうことですね。あ、出た。もうギリギリ、なんかシーズン変わるって気づいたのが本当直前ぐらいで、2日か1日前ぐらいで、やばいって言って結構やりまして、ギリギリでしたが、セクシー大根とブルーオーラをゲットです。ありがとうございます。ワードね、ちょっと面白いんで、ゲットできてよかったと思います。これ歩き方とかもちょっと気になります。はぁ、そうか、じゃあやること、待って。メダルランキング出ちゃうの？見てなかった日付。これ月末までかと思った。継続でいけるのかと思った。切るんだ一回。待って、危な、ノーチェック。ペットとワードと青銭とジム。待ってね、これさ、メダル消えちゃってる、もしかしてリセットかかるかな。待って、結構メダル残してた。一応ね、一つ前の動画見てくださった方はわかると思うんですけど、スキンチェンジはいけたんですが、待ってよ、新シーズンさっきいましたね、パンダサンタ。どうした、なんか寂しそうな顔してる、パンダクロースさん。ワードの割にちょっと寂しそうだね。パンダってなんか寂しそうに見えるね、顔がね。かわいい。来ました、パンダサンタです。これもゲットしたい。あ、来た、知ってる。もう2週間ぐらいやってる、異世界カルテットの。来た。なんか変わった、一緒だよね、メダルが集めてねっていうやつと。あ、やっぱり、待って、メダルがゼロになってる。え、さっきの1500万も入ってないよ、やっぱり。なんかもらえてなくない？プレゼントの1500枚ないじゃん。ないわ。リセット、ちょっとね、5、6000枚取っといてスタートダッシュ行こうかなとか思ってたんですが、ゼロになっちゃうんだ。そっか、忘れてた。内容は、そう、貴様。ワードが過激。あ、でもちょっとクリスマスっぽいスキンとか、ちょっと変わってますね、中身。そうか、取っとくんじゃなかった、使えばよかった。なるほど、ちょっと知識不足、勉強不足、次はちょっと考えたいと思います。はい、無料分回しましたけど、何も出ず。で、ゼロなんだよね。わー。今回のメダルもまたペットなんですね。パックがもらえて、ワードが変わってる。青ジェニア、青ジェム。で、チャレンジですよね。あ、これな、ターニャ&ビーシャスキンを、ここで3体獲得かな？ 3 体でスキンチェンジ。ねー。コラボの塔4階と9階がある。やめていただけますか？いや、これやらないとスキンチェンジできないのか。え、まずはスキンゲットしてか。もう、やだー。やだー。クリスマス前に終わらしたいな。なるほど。了解です。はい、それでは、ちょっとこっち行きます。今回新シーズンも来てて、マップとかレア青鬼とかもいろいろ見たいんですけど、まずは、ちょっとリゼロのスキンをゲットして、スキンチェンジまで行っちゃって、
メダル確率上げてからちょっと現場に行こうかなって思ったりしてるので、動画はちょっとギュッとしてるかもしれないんですが、まず引きます。あ、ちょっとラグいなー。でもうちょっと前の動画とかガチャ動画見てくださってる方はなんとなくわかると思うんですけど、イセカルコラボこれ3弾ですよね。最初のオーバーロードと盾の勇者のやつは割と引きが良くて13万枚とか11万枚で3体スキンチェンジしたっていうのがあります。なのですごい出ていいですねって思ってもらってる反面、こっからが沼るんです絶対私今回リゼロもうね、今引き始めてちょっと今嫌な予感ガンガンしてるんですけど、絶対出ない気がする。30万枚は行く気がする。いつものここでこう調整かかるというか、倍ぐらいかな、2、30万は絶対にかかるので、ちょっと覚悟して引きます。で今回はマップとかも見たいので、あんまり出なかった場合ちょっとカットします。ガチャ動画じゃなくて出たとこだけっていう感じにしようかな。出る？でシーズンなのクリスマスガチャコアラとかあれも引きたいので、いやー怖っ。出だしが817万ぐらいだったかな。いやー出るまで引きたいんですが、鳥肌がもうすでに立ってるこの重さと雰囲気と出るかな。はい、ちょっと時を飛ばしたいと思います。はい、来ましたこのテンションの違い。あれから数分引き続けまして、やっと1体目が出ました。レム&ラム欲しかった。はい、もうお察しの通り完全に白紙です817万からスタートして終わったのが776万。はい、この1体出すために40万枚以上かかりました。嘘でしょ、40万以上かかりました1体で。本当に本当に予想通り、いや、ちゃんと沼る。ちゃんと沼りまして。あと2体、行きたいと思います。はい、来ました。来ました。1体目から60連で来ました。ので、トータル42万枚です。42万枚で2体。あと1体を、頑張りたいと思います。やばいよ。ほら、775万枚。いや、かかってますね。さあ、3体目が、来ません。本当に来ません。767万枚。これで、50万枚行きました、今。3体目が来ないよ。嘘でしょ。やばいよ。なんか噂に聞くと、沼る人はやっぱ何十万枚もかかるって聞いたので、覚悟はしてましたが、ここで来たか。マジで来ない。喋ることもないので、多分今日カット入ってると思いますが、来ないよ。どうしよう。手が震えてきた。やばい。シーズンガチャもね、引かなきゃいけないし、1週間後には、はぁ、前回羨ましいなと思ってくださった方、大丈夫です。このような感じになります。やっぱり。51、2万かかってますね、これ。やばいってー。いや、マシなのかな？いい方な時も、いい方、わかんない、もう、かかったよ。結構。まあ、ちゃんとね、こうプラマイで調整がかかるってことを身をもって、何年も証明してますので、覚悟はしてましたが、かかりました、リゼロスキン。一応ゲットしまして、ありがとうございます。俺は765万枚。52万だね。かかりました。やば。ありがとうございます。いや、頑張ります。いや、かわいい。かわいいよ。知ってるよ。知ってるよ。だから、ガンガン回したんです。欲しかったんでね。来週も、めぐみん、カズマめぐみんのスキンが来るので、あー、恐ろしい。で、今、新シーズンも来てるので、ちょっと今、どこマップ行くかわかんないんですが、とりあえず行きます。コラボマップの新マップと、シーズンのクリスマスっぽい新マップも、あるっぽい。で、今日はアウリー5ちょっと無理なので、100サバだけなんだかんだチェックできたらなと思います。イベントボーナスはね、まだちょっと、ビアトリスも出てないし、コキュートスも途中だし、まだこんな感じなんですが、あ、どっちだこれ？どっちだ？限定マップか、コラボマップか、シーズンマップ、どっちかかな？新しいマップ、とりあえず、あー、かわいい。ラムちゃん寄りかな、これ。レムちゃんは奥行っちゃってますね。え、なんだなんだ。あ、でも異世界カルテットって書いてあるから。あ、びっくりしたよゴーレム。この異世界カルテットのロゴがあるんで、今回のコラボマップの新バージョンですね。新タイプ。ね、減ったんだよね。これずっとあるんだけど、何事いつもね、9人とか8人とかになるんですが、これ登っていい？登っていい？はぁ、なんかみんな死んでるけど、すごいすごいすごい。あ、階段これいけない。ちょっと待って。大谷翔平さんのペットですか？デコピンさん。え？これさ、ロッカー入ってんの丸見えなんだね。
昔あったんですよ。オーラだけ飛び出ちゃって、こうロッカーに入ってもオーラ出ちゃう。今回名前も出ちゃうし、一瞬のバグだと思いますけど、人からは見えちゃうのかな、オーラ、オーラの人が入ってるみたいな。いけないこっち。なんだなんだ、これ行くとさっきのとこ、あーあーあ、さっきのとこか。なるほどね。じゃあ庭と校内、学校みたいな感じ。レアウリってゴーレムだよね。あ、なんかこれ保健室っぽい、保健室っぽい。待って、ゴーレム入ってきた。ゴーレム以外にあるのかな、鬼。なんか限定鬼がなんとかかんとかってあったけど、ゴーレム以上ないよね。わわわわ、びっくりした。ん、これはなんだ、あ、家庭科室っぽい、美味しそうなボルシチとターキーがある感じ。これ家庭科室、すごい、学校みたい。多分これ初めてですよね。これ教室か。あ、なるほどね。リンスが落ちてて危ないよ。刻行き止まり、廃校のようであれだね。階段が、ゴミ箱も使えない。あ、これ美術室っぽい。トイレ。なんでゴミ箱使えないの？自販機あんのに。ダメじゃん。まあ、人がいない設、あ、取れない取れない。人がいない設定なのかな？でも自販機なんか販売中っぽいけど。喉乾くよね、こんな走り回ってたらさ。ゴミ箱、なんかゴミくじみたいなのある？これ下。あー、なるほどね。面白い。そんな広いマップじゃないし、2階も3階も4階もあるわけじゃないので。で、ゴーレムがなんか中庭でうろうろしてる感じ。やばいやばい、ちょっと行き止まりじゃない、ここ。ま、来たら、ま、来たらまずい。焦って、ガスマスク使っちゃった。けど、これ雪だるまと切り株で、なんか、ルーだよね。カルテットってやっぱり書いてある感じです。今回は中庭が、外じゃない、ラストかな。ちょっと待って、ゴーレム3体か、特には、なんか、新しい鬼が出るっぽい風な、ま、いっか。ちょっと見ます、外から。はい、で、やっぱり、あ、見たところほとんど全部見れたのかな。そんな感じですね。教室があって、廊下があって、それぞれなんとか室みたいのがいっぱいあって、で、中庭というかお庭に、校庭には、カルテットって雪だるまと、切り株で書いてある。とりあえずね、ゴーレム以上の人は出なかったので、限定鬼はゴーレムだけでいいのかな。とりあえずはでも、今日からのコラボ新マップ、こんな感じですね。いや、面白い。ありがとうございます。やばい今回、鬼のチェック、全くせずに、初見ですね。やりたかったのもあったんですが、ガチャ画面、行かずに、シルエットとかも見ずに、来て、とりあえず大根さんを使いたかったんで、うわ、雪すごいこの季節が来ましたね。雪が降るシーズンがあるんですよ。ちょっと寒く感じますけど、綺麗な感じね。大根が面白いな。雪かぶって歩くのちょっと、だいぶ面白い。待ってね、青鬼がなんか変な感じだったけど、びっくりした。一応さ、また減ってるんだよね。でもね、あ、え、待って待って待って。何つぶつぶいっぱいついてたの、あれは、装飾の電飾ってこと？オーラってか、あ、感性だから余計なんか光って見える。え、怖っ。え、これ綺麗なのかな？私さ、この、何？電飾の電線？コードが、顔に絡みついてるのがめちゃくちゃ怖かったんですが、え、やば、怖っ。まあ、青鬼だからね、その可愛さは私は結構求めちゃってましたけど、どうしたこれ、寒いからなんかみんな固まってる的な感じ。あったかいよね、固まると。なんか寒いもん、雪が降ってるだけで。なんか、大根面白い。いや、使いやすい、サイズ的にも。歩き方は、いや、電飾のコードが気持ち悪いな。なんかこう、なんか絡みついてさ、なんか、なんていうの、傷跡じゃないけどな。あ、普通の人いるじゃん。わお、そうか、ちょっとレアにも見たかったけど、ね名前すごいな、あの人。あ、まだ2体目か。じゃあ3体目も待ちたいけどな、あと3人か。プレイヤーさんだから長生きはすると思うんですけど、おー、終わっちゃった。いや、でもね、青逃げカウントあるんで、ありがとうございます。なんかわかんないけど。来ました、これも、コラボマップじゃなくて、あれか、今回のシーズンのシーズンマップかな。通常のステージは、クリスマス装飾、雪装飾なってて、これが今回のシーズンマップっぽい感じがする。見たことないもんね。なんだろうな、見たことあるかななんかデカキンさんのマップなんかこんな感じだった気がするんだけどな。違うかな、なんかこんなんだったよわかんない。ちょっと行けたら引きで見たいと思います。どうなるか。でもちょっとね、レアウニがいるならば、シレットちょっとまだ見てないんですけど、ふわっていいか。うわー、もう来た。誰だっけ、スクワットさんか。まだチェックできてないんですが、いるでしょ、どっちか。青鬼が変な電飾だったから。でもツリー鬼とかクリスマス系の鬼も散々今まで出たんで、何鬼かな。プレゼント鬼も靴下鬼も、
痛そうなんで、なんか残酷、切り刻まれた傷跡みたいに見えるから、え、狭っ。ちょっと待って、これさっきいたとこだよ。やばいやばい、上かなこれ。あ、でも宝箱ここすごい。花っぽいんだよな。赤い花かな、赤いよね。トナカイの顔なのかな、ちょっとわかんないけど、わかんないね。デカキンさんの顔マップもこんな感じだったんだけどな。目がある、目ない、あ、トナカイじゃないぞ。角がないもん。サンタかな。サンタの顔なのかな、このピヨット、なんだろう。帽子のあれだ、先のポンポンが折れ曲がってる。わかんない、適当に言ってる。そんな感じかな。エアリーを見たいのと、引きを見たいのと、ちょっと葛藤しながら進めていくので、どっちかをどっちかしたいと思います。あ、ダメか。通れないね。この、ダクネス、ギリギリでなんとか行けまして、ちょっと動画の前半でも言ってたんですけど、ダクネスやって、もうベアトリスも引き続きメダル数も継続で行けて、最終のランキング結果があれかなと思ったんですけど、一回切っちゃうんですね、メダル。もう日付をちゃんと見てなかったんで、5、6000枚のメダルをね、無駄にしてしまいました。ああ、もったいない。結構大変だよね、メダル集めるの。スタートダッシュしようと思って貯めてたんです。ああ、雲か。3体目雲に。じゃあちょっと、あれですね。ここには出ないと。で、ベアトリスももうゲットしなきゃいけない。ねえ。いや、サンタボっぽいよね。わかんないけど。いや、無理か。青鬼にも狙いたかったけど、ちょっと無理か。無理なのかな。秒数がどっちかどっちだな。ちょっと、アイテムで見えないけど。あ、負けるかな、これ。どっちだ、え、ダメなのかな。はい、とりあえずシーズンマップ見れた感じ、全体図は3位、見れませんでした。はい、ということで青鬼図鑑に来ました、この人。あ、イルミ青鬼ね、なんかもうなんか巻きつかれて残酷な、なんか怖い感じがしまして、めちゃくちゃ私には苦手な感じ。綺麗というよりちょっと怖かったですね。横向きのこの網が引っかかってる感じ、非常にやばかったです。で、今日ちょっとイセカル後半と新シーズンのクリスマスシーズンみたいなのがちょっとごっちゃになってると思うんですけど、ガチャもちょっとイセカルだけ引いて、シーズンのガチャまた別でやろうかな。これ何、フワッティかな、何これ、え、なんだろう、ツリーじゃないしね、なんだろう、ロウソク、なんだろう、クリスマス、わかんないけど、なんかプレゼントかな、怖はい、また探したいのと、青逃げ5もコラボマップ、イセカルコラボの新マップがあるっていうことなんで、そっちも見つつ、あとは新シーズンのガチャとか、まだまだいろいろあるので、もう一本動画出せたらいいなとは思ったりしています。ということで、今日ごちゃ混ぜ動画にはなってますが、こんな感じでシーズン初日楽しんでみましたという感じになります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他にも動画を出してます。まだ見てないっていうのがありましたら、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。それではまた見に来てください。バイバーイ。